はい、どうもおばしです、今回はこちらうちの子猫ちゃんというね、こちらのゲームの公認実況をやっていきたいと思います、今回はね、メーカーさんからもうおばしさんとことん癒されて可愛い子と一緒にニヤニヤしてくださいみたいな風にね言われたんで、ちょっとめちゃめちゃ楽しんでいきたいと思います。では行きましょう、スタート。結構ね、有名な声優の方も出てるそうですよ。ちょっとテロップで流しときますか。どういう因縁か、いつも犬や猫、さらに鳩までしつこく追い回される日々を送っていた少年春。ある日、春は家の庭に住んでいた猫の親子が冷たい地面に倒れているのを見つける。慌てて動物病院に連れて行ったものの、猫の母親は力尽きていた。亡くなった親猫に代わって子猫ヌリの世話をする春。そしてそこで委員長の先生ユラと出会う。これすごい申し訳ないけど、カタカナ2文字の名前がいっぱい出てくるの、ちょっと読むの難しいね。ふとした縁で訪れたお寺でわけもわからない了承を得て、正式にヌリを任される春。しかしヌリはただの猫ではなかった。どういうこと？化け猫的な？ヌリが人知の及ばない世界の住人、何これ、霊物であることが明かされる。さらにユラと一緒に訪れてきたもう一人の女の子ソラとも不思議な縁を結ぶことに。春の中に秘められている霊物にとって大切な何かのせいで起きた小さな出来事、それから春はヌリとソラの父親になり、家族としての新しい日常が始まる。ちょっとなんかストーリーがとんでもなさすぎてついていけんてないぞ俺。大丈夫かこれ、メーカーさんに怒られないか。その後、1日目、あれ誰もいない。ソラちゃん、ヌリちゃん。ヌリちゃんはともかく、今はソラちゃんがハマっているテレビ番組の時間だけど、あ、ひょっとしてキッチンか。いつもならヌリちゃんがお腹を空かせているところだから、そこにいるのかも。あれ、キッチンにもいない。そうすると残る選択肢は一つ、2階か。なにこれ、推理ゲームなの？多分正解、明かりがついているし、何より誰かが走っている音が聞こえる。2階に上がると予想通り彼女たちの姿があった。しかし何をしているのやら。ヌリも、ヌリも1階だけ。ヌリちゃん猫なんじゃないの？随分とまた登場人物がノリっぽいですね。さすが子猫ちゃんですね。違う、もう泣かさないもん。いいから水でも持ってきなさい。そしたら1回だけ触らせてあげる。1回だけ触らせてあげる、なるほどね。公認実況だからちょっとね、過激な下ネタはちょっとあれなんで我慢しましょう。嫌なの？嫌ならやめてもいいけど。いいっすね。バカみたいに早いのにね。でも今は十分役に立つわ。10秒以内だったら特別に2回なでなでさせてあげる。うん、わかった。ねえ、10秒ってどれぐらい？何？ゆとり系？怖いわ。あんたがミルクを一気飲みする時間。なるほどね。ああ。ああじゃない、ああじゃ。うなずくな、挑むな、いくらなんでも短すぎるだろう。しかし彼女たちは一体何をやってるんだろう。ヌリちゃん、パパが家の中で走っちゃダメって言ったよね。え、うん、パパね、状況がつかめてないんだけど、これどういう状況？とりあえず何、拾ってきた猫が化け猫で、家に幼女が、化け猫が化けた女の子の幼女が二人家にいるっていうので、多分解釈として割ってんのかな。で何、その二人の幼女とちょめちょめしたらゴールみたいな感じ。あ、これダメなやつ、多分公認的にこれ怒られるかな。それに何、ヌリちゃんの後ろでソラちゃんがいきなりしゃがんで僕を刺してるんだけど。エマージェンシー、エマージェンシー、緊急事態によりプラン A 発動。
どうした、俺の下ネタを感じ取った？二人ともそれは何の遊びなの？エマージェンシー、それにプラン A って？それにヌリちゃんはなんでソラちゃんの声を聞いた途端拳をギュッと握って僕に、おっ、ちょっと待って、ヌリちゃん、クォーッ、にゃーにゃーっつってノリノリで実況するおかし。いや、いいっすね。こんなの子供の速さとか力とか言うもんじゃない。さすが化け猫ですね。一応聞くよ、どうしてパパに体当たりしたの？プラン A。 何？プラン A は何？体当たりなの？ A までしてくれる的な感じじゃなくて A？ うん、プラン A ならそうしなさいって。なるほどね。お父さん的にしてほしい A はそれじゃないんだよな。ソラちゃんが？うん。ソラちゃん一体何を教えてるんだ？分かったから、ひとまずパパの上から降りてくれない？なるほど、パパの上から降りろと。いいですね。ダメ、プラン破るとおやつなしだもん。それもソラちゃんから言われたの？うん。うちの長女は妹に何を教えてるんだろう。おやつパパからもらうよね。にゃん。よいしょ。ちょっと重かったけど、所詮は子供、パパを舐めちゃダメだよ。重いよ、十分重いよ。ところでソラちゃんはどこ？ほんと一瞬で消えるな。お姉ちゃんのプランはパパを騙すんだって。すごいでしょ。何する気だよ。さあ、どこに隠れてもこんな狭いところじゃ。ヌリちゃんたちが遊んでいた場所がユーティリティルームの前だったから、隠れるならあそこしかない。ダメ。なんで？パパはここでヌリと一緒にいるの絶対だよ。なるほどね。それもプラン A？ 成功したら飴もミルクもいっぱいいっぱいくれるって。それパパに話しちゃっていいの？パパのバカ、全部聞いた。パパのせいだ、パパ嫌い。かわいいっすね。あれ、パパそんなに悪いことしたか？さあ、泣かないの。意地悪な姉ちゃんには黙っててあげるから。本当に？もちろん。あとパパが肉まん買ってきたから先に食べてていいよ。ヌリが全部食べてもいいの？いいよ、一個だけ。ああ、これ何？選択指定なの？ああ、じゃあいいよ。いや、全部食っていいよ。大きくなりなさい。そう、全部食べていいよ。ごめん、冗談だよ。にゃー、パパの意地悪。パパ嫌い。にゃーっていいっすね。お、落ち着いて。パパの分もあげるから、まずは一個だけ食べて、後でソラお姉ちゃんとゆらおばさんが来たらみんなで一緒に食べよう。でもヌリ、お腹ペコペコだもん。お腹から変な音もするし。そんなにひどかったか。はあ、じゃあいいよ、2個までなら。あのね、パパ、2個と、もう一口食べちゃダメ？いいよ。それって3個と同じじゃない？違うの！ヌリのお口は小さいから絶対に入らないもん。お前ら変なこと想像すんだよ、このセリフで。さあね、さあねってなんだよ、高いキーで言っちゃったよ。さあね、パパはもしものことが起きるんじゃないかとものすごく不安なんだけど。ヌリ、食いしん坊じゃないもん。そんなに食べない。本当にちょっとだけなの。なるほどね。いや、2個プラス1口という時点でもうそういうレベルじゃないと思うけど。はあ、分かった、本当に1口だけだぞ。さあ、指切り。約束破ったらヌリちゃんがプラン A のことバラしたのソラちゃんに全部話しちゃうからね。ヌリ、約束する。絶対だからな。そうだな、うちのヌリちゃんいい子だから約束はちゃんと守れるな。パパはヌリちゃんのことを信じて、特別にソラちゃんにヌリちゃんは全力でパパを止めたけど力不足だったと伝えてあげよう。本当？パパ大好き。じゃあヌリは肉まん食べに行く。
親バカだなこいつ。肉まんは逃げないから走らなくていいよ。あ、野菜まんもあるけど3つしかないから1個だけね。残りはソラちゃんの分だから全部食べると怒られるかもしれないからね。聞いてないし、もう消えてるし。それじゃあうちの長女の様子でも見に行くか。あれ、ソラちゃんなんで鍵かけちゃったの？中で何をしてるんだ？なんでもないです。私のことは気にしないでほっといてください。何、妹と違って長女なのに思春期積んでる系女子。パパはソラちゃんと一緒にリビング行きたいな。それに肉まんいっぱい買ってきたから早く出ておいで。肉まん？野菜まんもありますよね。いいね、なんか親に敬語使う系女子好きよ。そりゃもちろんぬりちゃんが狙ってるけど。あのバカもう食べに行ったんですか？そりゃパパが食べてもいいって言ったからね。言わなくても絶対に待たないと思うよ。それよりソラちゃんも早く出ておいで。一体そこで何やってんの？静かなところで一人静かに、これからの未来について悩み中なんですけど。なるほどね。ソラちゃんが何を言ってるのかパパにはさっぱりわからないな。鍵開けてもいいかな？無神経で非常識。思春期の娘の部屋に勝手に入ってくる気ですか？最低。ほぼ許可取ってると思うんだけどな。思春期ってまだそんな年じゃないよね。何よりそこはソラちゃんの部屋じゃないし。私にも独り立ちの時が来たんです。それにお布団もあるし居心地もいいんです。お布団って言ってもそれ夏用だよ。まだ寒いのにそんなんじゃ凍っちゃうよ。暖房があるから大丈夫です。光熱費が心配です。ケチ、育児なし。それは事実だけど、ドアの向こうでパパに言うセリフじゃないと思うよ。とにかくこれ以上のプライバシー侵害は許しません。プライバシーって？ずっとそうやって邪魔してたらお母様に話しますよ。お父さんは意地悪するって言ったらすぐにでも飛んでくるでしょうし。ごめんなさい、僕が悪うございました。申しませんから、シュウ様にだけは話さないで。シュウ様って誰だ？あの人に怒られるのはごめんだ。怖いだけじゃなくて身も心も疲れる。本当にソラちゃんにそっくりなんだよな。あ、何、これをそのまま年取らして面倒くさくしちゃった感じか。話さないよな。それはお父さん次第です。だから先に降りてください。私もすぐに行きますから。あ、それとあのバカが私の野菜まんに手を出さないようにしてください。妹のことをあのバカって言うんじゃない。パパ使いの荒い娘だな。チョコ牛乳もコップに用意してください。わかりました。完全キッズやんけ。へいへい、お姫様早く降りてきてくださいね。たく、家で一番偉いのはソラちゃんだな。で、そんなプランまで用意した理由は何だ？パパ、ぬりちゃんが何を言ってるのかさっぱりわからないから、まずは口の中の肉まんを全部食べてから言ってほしいな。それは何でもないから気にしないでください。気にするよ。それよりソラちゃん、どうしてぬりちゃんのほっぺたを引っ張ってるの？明らか食べる邪魔してるだけなんだよな。気になるよ、めっちゃ気になるよ。それよりソラちゃん、ぬりちゃんがすごく痛がってるからもう話してあげて。まあそこまで言うの。ソラちゃんめっちゃ眠そうだね。やっぱりなんか変だ。僕の前で堂々とぬりちゃんをいじめるソラちゃんといい、珍しくそんなソラちゃんに食いかからないぬりちゃんといい、不自然すぎるにも程がある。絶対なんかある、聞いてみよう。ちょっと変だけど、まあ大したことないか。まあ聞いてみるよね。選択肢上でいきましょう。とソラちゃん、ぬりちゃん、パパになんか隠し事してない？そんなことないですよね。なんか顔げっそりしてない？突然大丈夫？
強要したね。だから話してってば。はあ、わかったわかったから。怪しいけど、まあこの辺にしとこう。そこは置い、それは置いといて他の質問に移ろう。そういえばユラはどこ、一緒じゃなかった？僕が出かける前までは二人と一緒だったはずだけど。ああ、ユラさんなら。ウリのお尻に怖い注射したおじさんの病院。お、怖い注射をおじさんがしたんだ。なるほどね、意味深だね。ソラちゃん、食べかけの野菜まんをヌリちゃんの口に無理やり突っ込んじゃダメだよ。ヌリちゃんも口に入ったからって素直に食べちゃダメ。すげえ関係性だなこいつら。ああ、このバカ猫、私の野菜まんまで狙うなんて。リスじゃあるまいし、頬が今にも弾けそうに膨らんでますけど、その状態でよくもぐもぐ食べられる。ほんと不思議な光景だ。とにかく先生の病院に。またなんで？さあ、そこまでは知りません。だったらなんでパパから目をそらすの？誰が目をそらしているというんですか？変なお父さん。そうです、私が変なお父さんですっつってね。変なのはそっちだから。一体何があったの？なんでそんな目で見るんですか？結構いやらしい目で見てます今。怪しいね。パパの勘が怪しいと言ってるのだが。男の勘は頼りになりません。まさかの男女差別きましたここで。子供の勘もそんな頼りにならないと思うよ。むしろ私はこのバカ猫の獣じみた勘を信じます。なるほどね。勘？何それ、おいしいの？2チャンネルの煽りみたいだね。食べ物じゃないよ、わかったわかったから。そんなに睨まないで、怖いから。お父さんは私をどんな目で見ているんですか？まあ、結構いやらしい目で見てますね。そりゃちょっとかなりすごく怖い子。うわ、私傷つきました。ちょっと可愛いと思った。パパ、ヌリは？ヌリは？あ、もちろんいやらしい目で見てますよ。ヌリちゃんはほら、ちょっとはしゃぎすぎて、すごく元気で、すごく食べて、すごく遊んで、すごく愛嬌のある可愛い子。ベタ褒めだな。わーい、ヌリは可愛い。いいっすね。それ前半も褒め言葉じゃないですよね。ヌリちゃんが喜んでるからいいよ。それよりヌリちゃん、肉まん持って走らないで。可愛いって褒めてもらったのはそんなに嬉しかったのか。でもそんなに走り回って怪我とかしないか、パパはハラハラしますよ。転べ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 。やめるんだそういうこと言うのは。だからソラちゃんはなんでそこで呪いかけるのかな。本当に呪えちゃいそうだから不安なんですけど。足をかけてもよろめく程度で済むんですもん。その程度か。まあね、猫ってあんま転んでるの見たことないよね。その程度です。お父さんたら何も知らないんですね。いや、それ以前に足をかけちゃダメじゃないか。ヌリちゃん、ここに座りなさい。肉まん片付けるよ。いや、ダメ、ヌリまだまだ食べるもん。もう4個も食べたくせにまだお腹いっぱいじゃないんですか。ほんと飽きるほど食べるんですね、この豚猫は。罵られてるね。怖い、ソラちゃんが怖いよ。一個だけ、これ食べたらもうおしまいだよ、いいね。パパの意地悪。ヌリ、まだお腹ペコペコなのに。ご飯じゃないからね、おやつだからね。それに4個ならもう十分だろ。パパの言うこと聞きなさい。夕食にほうれん草だけたくさん食べたいか？ほうれん草、ふん、ほうれん草も大好き。なんでもありだね、この子ね。なんていい子だろう。いやいや、好き嫌いがないのはいいことだけど、食べ過ぎるのは親に、ん？玉に傷。これじゃあお仕置きにならないじゃないか。じゃあぬりちゃんのご飯を一杯にしちゃえ。じゃあご飯一杯だけ。パパがぬりをいじめる、凌辱される。難しい言葉知ってんなお前。そんな言葉どこで覚えたの？いや、大体わかった。
意味も知らずにむやみに言っちゃダメだよ。違うもん。ヌリも知ってる。いっぱいだけ食べたら頭ズキズキしてお腹も痛くて遊べないもん。一杯でも十分多いでしょうに。ヌリは足りない。お腹が辛くなるのは食べ過ぎが原因であって、食べ過ぎても腹が減るのはどうかと思うよ。いい？とにかく1個だけだからね。おばさんの分も残さないと。ぬりちゃんが全部食べたらなんて言ったっけ？悪い子、欲張り。サンタさんがプレゼントくれない。そう、クリスマスまではまだまだ遠いけど、サンタさんはいつもぬりちゃんを見てることを忘れないで。すぐそばでですか？こう手が届くほど近いところで。痛いとこついてくるな、この女。思春期って怖いっすね。もう純粋じゃないね。左の子はキッズだけど右の子はちょっと大人キッズになってるね。うちのソラちゃんは夢がないな。そんなことないですよ。私もサンタを信じます。夜遅く疲れた体で寝る子供のそばにこっそりプレゼントを。ストップ、それ以上はダメだ。そんなことをぬりちゃんの前でバラすと、ソラちゃんが好きな野菜ジュース買ってあげないぞ。食べ物で私を脅迫するのはやめた方がいいですよ。なるほどね。ほう、そうだったら夕食のサラダはドレッシングなしだな。言わなきゃいいんでしょいいね、脅迫成功したね。お父さんも悪い大人です。娘を脅迫する父親なんて最低です。確かに、ぬりちゃんの夢を守れるならば。たったそれだけのことじゃないか。よし、じゃあパパが特別に頭を撫でてあげよう。これでよしとしてくれないか。そんな幼稚な子供扱いで私の気が済むと思ったら大間違いなんですからね。頭撫でたら態度変わる女の子ね、好きです。テクニックシャンですね。そう、気持ちいいならよかった。パパ、ぬりも、ぬりもなでなでして。ね、ぬりも。わかったわかった。ぬりちゃんにもやってあげるから、まず手に持ってる肉まんを食べちゃいなさい。うん、はん。だからって半分も残っているものを一気に口に入れなくても。バカみたい。ここは無邪気って言ってあげて。無の鼻で笑っちゃったわ。無垢。なんでそんなに口が悪いのかな。ぬりちゃんの食い意地も心配だけど、そらちゃんの口の悪さも早く治さないと。無理かな。やっほー、みんな、ただいま。ママが何を持ってきたか当ててみて。難しいクイズですね。ゆら、お願いだから家に上がる前にベルを鳴らしてくれ。完全に自分の家気取りじゃないか。じゃーん、ほらほら、ママが動物病院から猫向けのペットフードとミルクたくさん持ってきたよ。この子たちのお母さんなの？先生かわいそうに、また妹に無理やり取られたんだ。どういう状況なんだ。ところで、なんでいきなりペットフードなんか。うぷっ。ソラちゃん、何やってるの？なんでいきなりパパの顔にぶら下がるの？パパの顔にぶら下がるとこういう視点になるの？エマージェンシー、エマージェンシー、プラン B 発動。何、 B までしていい的な感じだからこういう目線になってるんですか？いや、そのプランっていくつあるの？あら、ノリ、そんなにママが好き？うぉー好きわー。何が何だか。ソラちゃん、前が見えないからどいてもらえるかな。なんでですか。愛しい娘の抱っこを拒否するのですか。そうじゃなくて、ぬりちゃんが今何をやってるのかすごく心配でね。心配しなくても大丈夫です。どれどれ。あ、今ゆらさんの上にまたがっています。
結構心配する状況だな、それな。ちょっと無理。ママの顔はおもちゃじゃないから。何やってんの？窒息するまで肉まん口に入れるゲームとかしてんのかな。ちょっと今の笑いは何なんだ。あのバカがユラさんの口に指を入れましたから。あ、舐めた。やめて、お願いだから今すぐ。だから心配しなくて大丈夫です。あのバカがあの程度で負けるわけないですし。今は勝ち負けの問題じゃない。ユラの深いところに眠っている恐ろしい変態性が目覚めるかもしれない。しまいにはその邪悪な魔の手がソラちゃんにまで伸びていくに違いない。それは、ほらソラちゃんも不安だよね。そんなことないです。私は別に。ふん、パパは弱いから力ずくで話すのは無理かもしれんが、その代わり頭はよく回るんだからな。あのですね、すごい重大発表がありまして、あのですね、まあ、すごい言いにくい話なんですけれども、あのオパシ女の子の脇くすぐるの大好きです。パパのノウハウを舐めちゃいけないよ。ソラちゃんの弱点は全部知ってるからな。後で絶対仕返ししてやります。あ、くすぐられるのも好きです。やれるもんならいくらでも。それより、ああ、僕は一体何をやってるんだ。状況がわからなすぎて笑っちゃった。何がもうちょっとだよ。いや、柔らかいお尻。いい匂い。てん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 。もう見てられない。ぬりちゃんもこのまま続けていいか悩んでる顔してるし。えいっ、うるさい。お願いだからそんな恥ずかしいことをもうするな。そしてぬりちゃんもそのプランごっこはもうやめなさい。プランはごっこじゃないよ。生存戦略って言ったよ。何の戦略かは知らないけど、もうこれ以上は認められません。ぬりちゃんがそんなに走って人にぶつかったらどれだけ痛いか知ってるのか。私は痛くないよ。むしろ気持ちいい。ちょっとよくわかんねえな。僕は痛いし気持ちよくもない。一体子供に体当たりされて下敷きになる行為のどこがそんなにいいのやら。うん、確かにそれはちょっと、理解できないね。とにかく家の中ではプランごっこ禁止。破ったらおやつなしだからな。パパの意地悪。ぼ、ぼ、ボタン鍋？ボタン鍋ってなんだ？それを言うならボー君でしょ、バカ猫。よくボタン鍋からボー君にたどり着けたな、こいつ。すげえな。ぬりバカじゃないもん。パパのボー君。はいはい、ぬりちゃんはバカじゃないし、パパはボー君じゃないよ。でもあんまり文句言わずにパパの言うこともちゃんと聞いてね。あの不満いっぱいに腫れたほっぺを指でグイッと押して空気を抜いてしまいたい。それよりユラ、ペットフードと粉ミルクは何で持ってきたんだ。それはもちろんクッキャー。さあ、ユラさんも肉まん食べてください。あの豚猫に食べ尽くされる前に。ヌリ、豚じゃないもん。まあ猫だもんね。クッキャー、なんだそれ、何の真似。今のは悲鳴だけど。この真似じゃなくて、だからうぐ、怖すぎる。さあ、話も落ち着いたし、皆さんリビングに行きましょう。これ落ち着いたように見える。ええ、ね、ユラさん。あ、じゃあ先に行きますね。
どんだけ驚いたらあんな元気なぬりちゃんの顔が青ざめて足に力が入らなくなるんだろう。うちのそらちゃんはいい子だけど、すごくいい子なんだけど、たまに見せるあの恐ろしい顔さえなければ。さあパパのとこにおいで。ゆらさんみたいな女性もね、大好きです。いい年の大人がそんなんじゃ困ります。そして重そうです。なんで敬語？それより私まだ成長期なんだけど。それに重くないし。ぬりちゃんよりは重いだろう。そうだよ、ぬりより重い。おばさんすごく重い。パパの腰壊れるからダメ。あ、泣いた。ぬりちゃんはほんといい子だね。パパの体も心配してくれてるの。へへへ、後でパパはぬりに高い高いしてくれるの。だからダメ。本音はそっちか。それじゃあ説明してもらえるかな。肉まんは後で食べなさい。ペットフードとお粉ミルクは何のために持ってきたの？それが…ユラのやつ、なんでソラちゃんの顔色を伺ってるんだ。それにヌリちゃんもあのプランなんとかを発動させる気満々だし。あ、私が食べるのよ。ペットフード？違う、ヌリのおやつだもん。だからペットフードだって。そしてソラちゃん、なんで笑顔で親指垂れてんの？本人が食べるというなら別にいいじゃないですか。そういう問題？何がいいじゃないですか、ペットフードだよ。でもこいつら猫なんじゃないの、元は。それがどうしたって言うんですか。二人ならペットフードだろうとなんだろうと美味しく食べるに決まってます。お願いソラちゃん。もちろんぬりちゃんは昔からたくさん食べるし、今もたまにつまみ食いだってしてるけど、でもペットフードだけはダメなんだよ。それにペットフードなら家に残りがあっただろう。それは…あ、それは私が全部使いました。使いましたってどういうこと？え、ソラちゃんが？はい、私が。食べてないよね。私があの妖怪クッチャネみたいなバカ猫に見えますか？お父さんがっかりです。パパ、妖怪クッチャネって何？君のことだよ。ぬりちゃんが可愛いって意味だよ。優しいな、パパは。本当？怪しんでるけど、本当の意味を教えてあげるとまたややこしくなるから、今ごまかしておこう。パパに言わずに何に使ったの？それが…あ、はい。お父さんのせいで、ここら辺の野良猫が増えたじゃないですか。あれ、あの子たちにあげたの？実は家の近所、いやこの町に住む動物は結構多い。特に家の周りに。それはこの町が壱岐という特別な場所だから。そしてそれだけじゃなく、ぬりちゃんの母親が持っていた不思議な玉が僕の体の中にあって、それが動物たちの集まる原因になっている。なるほどね。どうやって体の中に入ったんですかね。まさかソラちゃんがそんな子たちに気を使っていたなんて、パパは感激です。そんなことなら先に言えばよかったのに。別にお父さんに褒めてもらうためにやったことじゃないですから。頭撫でないでください。いい子いい子、ソラちゃんがそんな偉いことをするなんて。ぬりもいいことたくさんしたよ。ぬりも一緒にやったんだもん。キャットフードこっそり食べてないよ。絶対食ってそうだよね。そうだったらぬりちゃんもなでなでしてあげないとね。こうやってうちの娘たちをなでなでしていると、こっちまで楽しい気分になってくる。これはハマるかも。おお、ちょっとロリコンっぽいですね、このおっちゃんね。それ終わったら私にも。いいっすね、ゆらさんには特別なでなでコースですね。困りますってご老人。だから年寄り扱いするなって言ってるでしょ。
おっぱし的にはドストライクはユラさんですけどね、もちろんね。それに持ってきたのはこの私よ。なんで私を褒めないの？なんでこの子たちだけひいきするの？この子たちはまだ幼いし、いいことをしたら褒めるのが当たり前じゃないか。二人に比べてユラは大人だし、年がいもなくわがまま言うのはどうかと思うよ。でもあげないって強情を張るのを力ずくで奪ってくるの大変だったんだから。これ一番高いものなのよ。それ強盗だね。まったく先生もかわいそうに、なんでそんなことするの？あ、また泣いた。もう子供の教育に悪いな。まあペットフードはともかく、粉ミルクは何に使うつもりなんだ？子猫、それは子猫の分です。子猫？粉ミルクが必要なくらい幼い子もいるのか？うん、すんごくくらいな。だからクロちゃんだよ。クロちゃんは本当にかわいい。ルリも触りたいのに。お姉ちゃんがダメだって怒ったの。だからパパがお姉ちゃんに言って。クロちゃん、どういう事情かさっぱり、ん？あ、クロちゃん？どういう事情かはさっぱりわからないけど、とにかくソラちゃんに叱られたから、パパに代わりに言ってくれってこと？うん。そんなに明るい顔でうなずかないでくれ、ヌリちゃん。見えないところで怖いお姉ちゃんが睨んでるから。一応考えとくよ、できるならね。結局しないって言ってるのと同じじゃない。うるさい。怖いもんは怖いんだよ。子猫もいるか、パパは思ってもいなかったよ。自ら世話するなんて本当に感心したよ。だから私も世話したんだからね。ただ強盗しただけね。あ、なんなら今度からパパも手伝おっか。無視するな。別にいいけど。うん、パパが良くない。考えてみれば最近パパも全然気にしてやれなかったし。前は動物たちが僕を敵視していたから、何かしてやりたいとも思ってもできなかったけど、最近はヌリちゃんやソラちゃんのことばかり気にかけていたせいで自然と忘れていた。昔は動物たちに何かをしてやりたいと思う気持ちでいっぱいだったのに、ちょっと反省。多分まだ猫用のお菓子の残り物があったはずだよ。後でパパと一緒に持っていく？それもちもちのお菓子、ヌリが全部食べたの。どうして？美味しかった、もっと食べたい。だからそれをどうしてヌリちゃんが食べたの？だってパパもうそれヌリにくれない。家にあるのに食べちゃダメって。当たり前じゃないか、猫のお菓子までつまみ食いしちゃいけないよ。お父さん、あれはあのバカの手が届かないところに隠しましょう。どうやらそれが良さそうだな。うん。隠すのがそんなに不満なのか、だからほっぺたを膨らませるなってプスッと押したくなるじゃないか。はあ、極楽極楽。何、一緒に風呂入ってくれるのこの子たち。あったかい。狭い。それは言わない約束だよ。狭いけど気持ちいいじゃないか。はい、今回は公認実況なんで下ネタ言いません。こうやってお風呂に入って温かいお湯に浸かるのもいいな。一体なんでこんな狭い湯船に一緒に入らなきゃならないのかさっぱりわかりません。そんなお父さんの性癖に決まってるじゃないか。理由はだから言ったはずだよ、ソラちゃんは一人で入ってもいいって。それはそうですけど。ヌリちゃんを一人にさせるわけにはいかないからね。また歯磨き粉を食べるかもしれないし、そんなもんまで食うの？ヌリも歯磨き粉食べない、変な味だから。ヌリはイチゴ味がいいのに。ああ、確かにメロン味とか子供の頃好きだったな。そう、ヌリちゃんはイチゴ味の歯磨き粉をとっても気に入っていた。
だから変えざるを得なかった。ぬりちゃんが好きじゃなさそうなしょっぱい歯磨き粉に。ほんと、何でも口に入れたがるんだから。ほら、今度はお湯まで飲もうとするし。何？ほら、ぬりちゃん、目。喉が渇いたらせめてシャワーの水を飲みません。飲みなさい。人が入ったお湯はダメだよ。そっちもダメだと思います。お湯よりはマシだから。まあまあ、どっちがマシかっつったらね。まあ、パパはぬりちゃんから目が離せないから、そらちゃんはお姉さんだし分かってくれるよな。またお姉さん。お姉さん、もう今度からあのバカはゆらさんと一緒でいいじゃないですか。お父さんは私と一緒で。それはそれで不安なんだよ。ユラのやつが何をやらかすか。別に関係ないです。私じゃないし。妹をそんな危険な女に渡すんじゃありません。ルリ、おばさんと一緒じゃ嫌。いつも触る、抱きつく、おっぱいも大きい、息苦しい。もうおばさんとお風呂に入らない。じゃあ提案なんだけど、お父さんとおばさんが一緒にお風呂入るっていうのはどうかな。良くない記憶を、良くない記憶を思い出させてしまったか。そんなことがあったからか、ぬりちゃんはゆらとは絶対にお風呂に入りたがらない。もちろん危険だから無理やり一緒に入らせるつもりもない。あれ、そらちゃんもう上がるの。お父さんと二人だけで入るのならまだしも、三人で入るのはごめんです。先に上がります。そらちゃんね、バスタオルを巻いてお風呂に入るのはマナー違反です。ならパパが背中流してあげようか。それはバスタオルを取らざるを得ない状況ですね。まあ、お父さんがどうしてもというなら許してあげてもいいですけど。どうしても。ただ背中に手が届かないから仕方なく許してあげるだけですから、ありがたく思ってください。お金とか取られたりしてね。はいはい。顔が真っ赤じゃないか。お湯が熱すぎたかな。さてと、ぬりちゃんはしばらく一人で遊んで。いい？先にそらちゃんから洗って、次がぬりちゃんの番だから。うん。ぬりはいい子だから待つ。アヒルさんと遊ぶな。あのゴムのアヒル結構使えるな。風呂の時、ぬりちゃんのわがままを未然に防ぐのに効果抜群だ。どれどれ、バスタオルが、これバスタオルを取っちゃおうかな、デヘデヘみたいな感じ。ここです。え、あ、ありがとう。そしてこれ、ボディーソープも。ソラちゃんは用意がいいね。別に、ちょっとでも早くお父さんに洗ってもらいたいとか全然思ってないんですからね。ツンデレっすね。わかったわかった、そう怒らないで。ソラちゃんは怒るとすごく怖いから。なんて言葉を。うん、お姉ちゃん怖い。怒った時ガオーって蹴るの痛い。それはあんたが私のおやつを全部食べたからでしょ。私のチョコ牛乳だったのに、このバカ。無理のだと思ったの。あんたはイチゴ味でもバナナ味でも何でも飲むけど、私はチョコ味しか飲まないんだからね。それ知ってて飲んだでしょ。飲ませるわよ。やめて、お願いだから。わかったわかったから落ち着いて。背中をこっちに向けて座りなさい。お父さんがいつも甘やかすからあんなバカになるんです。たまにはビシッと叱ってください。じゃないとずっとあのままですよ。でもでもじゃありません。これはお父さんが優柔不断なせいです。このままじゃあの子が何をやらかすか分かったものじゃありません。時にはがっちり叱る必要もあるということも覚えておいてください。難しいですね。あ、うん。お願いだから子供の教育を真面目に考えてほしいです。ソラちゃんも一応パパの娘なんだけど、それとなくパパに小言がひどくない。小言じゃありません、アドバイスです。いや、僕には単なる小言にしか聞こえないよ。説教されてる気分だから。いいから早く背中流してください。さっさと上がりたいです。今日はやけに急ぐね。早く上がってもユラしかいないのに。あ、見たい番組でもあるの。生命の誕生、そして神秘とか。
結構難しい番組見るんだね。冗談です。なんで本気にするんですか。いや、それはソラちゃんなら十分ありえるかなって。私もまだ子供です。でも冗談には聞こえなかったけど、だからそんなに睨むなよ、怖いって。僕はできるだけソラちゃんを見ないように目をそらした後、ボディーソープでタオルに程よく泡を立たせた。あ、ついでに頭も洗ってあげようか。それくらい一人でできます。じゃあついでに他のって言いたいところなんですけど、今回後年実況ということで我慢します。そうなら仕方ない。誰も嫌とは言ってないじゃないですか。今日は手が疲れてるから、特別に私の髪を洗うのを許してあげます。優しくしてください。ソラちゃんはわがままだね。わがままじゃないです。それよりなんで腕まで洗うんですか。なるほどね、攻めるね。せっかくだからついでに全部洗ってあげるよ。読んでて笑っちまったじゃねえかよ。さあ立ってこっち向いておい、ダメだよ、俺下品な笑いしちゃったもん。これ公認実況だから。さあ立ってこっちを向いて。どうしたの。さあ腕を上げて。塗りはできるのに、お姉ちゃんは塗りより下手。うるさいバカ猫。これはできるできないの問題じゃなくて、理性と倫理が絡む複雑な問題なんだから。そうですね。にゃん。ごめん塗りちゃん、パパもソラちゃんが何を言ってるのか理解できない。難しいことでもないでしょ。ふん、人の気も知らないで。それよりなんで他人の体を洗うのが上手なんですか。いや、そういう仕事してましたとか言われたらどうすんだろうね、子供的にね。へ、そりゃあずっとぬりちゃんを洗ってあげてきたおかげじゃないかな。そらちゃんはいつも隅っこで一人で洗ってたけど。それはそうですけど。恥ずかしがるのはわかるけど、そんなに大げさに反応する必要はないと思うんだけど。うん、くすぐったいです。ん、そう。じゃあこれは。うわ、どこに手を入れるのですか。ツッコミて。そりゃお待た、ぷはあ、泡目ででパパの顔を触るなって、目がしみる。恥ずかしい、言葉をためらいもなく言わないでください。何のこと？うるさいです。うわー、パパ口からシャボン玉出てる。すごく綺麗。うえ、変な味。口の中が気持ち悪い。パパ、次はヌリの番。ごめんねヌリちゃん。パパもう無理かも。まったく、一回の風呂でどうしてこんなに疲れるのやら。あれ、今日のおかずはサンマなんだ。ねえ、スーパーですごく安くいっぱい買ってきたよ。明日は朝から晩までサンマ尽くしなんだから。骨は食べなくていいよ、喉に刺さったりでもしたら大変だから。あのバカは骨もボリボリと噛んで食べると思います。いいね、カルシウムだね。ヌリちゃんは2回噛むだけで飲み込めるよ。すげえな。すごいですね、悪い意味で。そうね。それにしてもテーブルの上は完全にサンマ尽くしだな。サンマの塩焼きにサンマの煮物、サンマの味噌汁まで。ベジタリアンのソラちゃんのおかずを除けば、まさしくサンマパーティーだ。ヌリちゃん、手で食べるのはやめなさい。だってヌリはお箸うまく使えないもん、不便なの。わざわざヌリちゃんのために買ったフォークとスプーンがあるんだから、もう少しだけ努力しなさい。まったく野蛮なんだから。野蛮？野蛮って何パパ。ヌリちゃんが可愛いって意味だよ。パパ、
後ろめたいからだよ。ぬりちゃんの笑顔がまぶしすぎるから。ぬりちゃん、パパも言えないことはたくさんあるんだ。知らない方がもっと幸せな時だってあるんだ。しかしテーブルの上が悲惨なことになってるな。ぬりちゃん、パパが代わりに魚の骨取ってあげようか。ぬりね、こうやって魚の頭と尻尾を掴んでうにゃうにゃ食べるのが好きなの。頭も美味しいし、尻尾も美味しいし、骨もポリポリして面白い音がする。面白い音がするから好きなの？うん、パパも食べたい。パパのこと食べそうな勢いだよね。いつの間に一匹全部食べたんだ。それよりその面白さをパパに分けてくれようとしているなんて胸がいっぱいだ。ぬりちゃんが食べ物を譲ってくれるなんてパパ涙が出ちゃう。僕はぬりちゃんから譲ってもらった骨を静かに空の皿の上に置いた。これは後でこっそり処分しよう。あら、それなら私もこれを差し上げます。新手の嫌がらせだな。ソラちゃんはまずピーマンを食べなさい。それだからいつまでたっても背が伸びないんだ。身長ならこれで十分ですけど、苦いだけでちっとも美味しくない魔界の植物はお断りします。ユラさん、私ピーマンはいらないと言ったはずですけど。それなあ、ママもそうしようと思ったけど、ハルがどうしても入れろって。お父さん、そんなに睨むな。怖いから。ソラちゃんはベジタリアンとか言ってるけど、なんでそんなにピーマンや玉ねぎが嫌いなの？口に合わないだけです。ピーマンの苦い味、玉ねぎの辛い味、ほんと大嫌い。そうやってわがまま言ってると、りっちゃんより背が小さくなるよ。りっちゃんって誰？そんなのありえません。仕方ないな。ぬりちゃんを褒める。ひぎ高い高いで二人の機嫌を取る。高い高いで機嫌取るか。全部食べたら高い高いでもしてあげようかなって思ってたのに。あ、ぬりは全部食べる。ほら、パパ、お魚さんの頭も全部食べたの。すげえな、ほんと。頭と尻尾は食べないでって言ったのに。まあ、ぬりちゃんは残さず全部食べたから、パパが特別に高い高いしてあげよう。おまけにお馬さんごっこも。そんなことしたらそのお馬さん死んじゃうよ。いや、それ遠すぎるから、うん、おやおや、ソラさんどうしたんですか？ずるいです。人聞きの悪いこと。まさか大人のソラさんがぬりちゃんみたいに高い高いしてもらいたいとか、お馬さんごっこしたいとか言うんじゃないよな。まあ時々こうやってソラちゃんをからかうのも悪くない。眉間にシワを寄せながら箸で掴んだピーマンを睨むソラちゃんがとっても可愛い。子供をからかう鬼畜なお父さん。どうも鬼畜お父さんおばしです。違います。これもソラちゃんの好き嫌いを直すためなんです。はあ、子供をからかっても許されるなんて本当に羨ましい。そう、別に羨ましがることでもないと思うけど。ママ大好きって言ってごらん。お前は誘拐犯か。雨とかで子供を誘って悪いことするやつみたいだな、本当。ママ大好き。あー、素直すぎる。ぬりちゃん、パパが知らない人から食べ物もらっちゃダメって言ったよね。ちょっと、なんで私が知らない人なの？まあちょっとした顔見知りくらい。距離感のある仲でもないじゃない。ソラちゃんは私の娘、いや娘みたいな子だし、ムリはもうすぐ娘になる予定だし、あなたは私と娘を作る男だし。私と娘を作る男、なるほど、意味深ですね。なんで全部娘なんだ。それに最後のは絶対違うからな。違うんかい。
なんで僕が命がけで子供を作らなきゃいけないんだ。未成年にそんな期待をしないでほしい。見てなさい、近いうちにあなたよりこの子たちと仲良くなってやるんだから。あ、そう。こうやって子供たちがそばにいる以上全然怖くなんかない。あとお願いだから人の大切な何かを狙わないでほしい。あなたって人、後で絶対倍返しにしてやるんだから。僕の態度が気に入らなかったらしく、ユラはしどめでの睨んできた。あ、そうだ、さっきのペットフードなんだけど。なんでお前らそんな慌ててる？二人ともいきなりどうしたの？いや、なんでも。ペットフードが何？いや、持ってきたのは猫向けのものだけ。え？ああ、それで？いや、犬も結構いると思うから、あの子たちにもあげたらいいかなって。あ、じゃあ今度持ってこようか。できるならそうしてほしいけど、先生は大丈夫かな？それは心配しないで。血を見たくなければ渡すしかないはずよ。完全やっぱ強盗だね。ユラ、先生の弱みでも握ってるのか？どうかな。あるにはあるけど、それはペットフードくらいじゃどうにもならない情報だし。できるだけ対話でなんとかしてね。先生かわいそうだから。ヌリはあのおじさん嫌い。ヌリのお尻ペンペンして痛い痛いを注射したの。悪いおじさん。いや、下ネタ突っ込みたくなりますねこれ。それはヌリちゃんが病気だったんだから仕方ないでしょ。それでも嫌、お注射嫌、あのおじさんも大嫌い。そう思うならまた病気にならないようにご飯はよく噛んで食べて、手はきれいに洗って、歯もきちんと磨く。いい？うん、ヌリ、毎日そうしてるよ。もう病院なんて行かない。食べ過ぎてお腹壊さなければね。それはパパも心配だけど、それはそれとなく、ピーマンをヌリちゃんの皿に移さない。ち、お父さん、運動神経は全然のくせに、目だけは鋭いですね。ソラちゃんの言う通り、僕は運動神経がない。だからせめて目だけでも鋭くならなきゃ。とにかく次からは僕がもらいに行くよ。ユラが行って来た次の日なんか先生げっそりしてたから。私は別に何もしてないわよ。行くついでにちょっとだけ文句は言ってるけど、もう兄さんもそのくらいで。ちょっとどころじゃないと思う。そばで見ている僕も疲れるほどだったから。あと前に使っていた猫用の皿があるはずだから、それを使えばいいかな。ご飯をもらいに来る子たちは多いのか？だいたい5匹くらい。へえ、結構いるな。じゃあ今回はみんなで行こっか。そう？それにしてもユラのやつ、なんであんなにうろうろしているんだろう。さっきからずっとソラちゃんの顔色を伺ってるし、なんか怪しいな。全部食べました。え、もう？うわ、本当に全部食べたね。そうでしょう。これくらいへっちゃらです。合格。パパが食べ終わったら高い高いしてあげようか。それ目当てで全部食べたわけじゃないです。かわいいっすね。とにかくそれは後で、私先に上がります。あれ、もう絵本読む時間ですので。あ、そんな子供なの？そう？だったらまず歯磨くの忘れないでね。もう変なところ真面目なんだから。ヌリも全部食べた。ヌリも歯磨きする。へ、ヌリちゃんも？うん、歯磨き粉は食べない、歯磨きだけする。もともと歯磨き粉は食べ物じゃないから、上がるのはいいけど喧嘩はしないように。あと、ソラお姉ちゃんの読書を邪魔して追い出されないこと、いい？しない。ヌリはクロちゃん。にゃ？さあ、お姉ちゃんと一緒に歯磨きしましょうか。
なんでぬりちゃんのほっぺたを引っ張っていくの、そらちゃん。言葉だけならこれ以上ない仲のいい姉妹に見えるけど。うん、そうそう、そらちゃん、ちょっと。ゆらも歯磨きしに行くの？違います、まだ食べてるの。ゆらも意外と食いしん坊だよな。ところでさっきから感じるこの違和感はなんだ。ずっと女の子だけでひそひそと、僕だけのけものにしているようなこの空気は。何かあるかもしれないから、これを持って。それは心配しなくていいです。それより、もうぬりちゃんのほっぺたを解放してあげたら。別に痛くはないみたいだけど、むしろ見ているこっちが痛い。なんでそこで僕を見る。ひそひそやりながら静かに僕のことを見られても困るんだよ。そうして子供たちを洗面所に行かせ、また食卓に戻り、僕の対面に座るユラ。食事再開の余裕っぷりに聞き出す気力もなくなった。ハル、一ついい？はい、なんでしょう。うん？あのね、私今日ここで泊まってもいい？もちろん。ダメ、なんでや。なんで最後まで言う前に断っちゃうの？いくらゆらでも、女の子が男一人の家に泊まるなんて言語道断だよ。いいじゃないですか。この融通の効かない男ったら。それにいくら私でもって。え、何、なんで、てん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 、なんで目をそらすの。いや、お前のいつものそこがね、こう直接伝えたらものすごく失礼にならないかと。うちの子たちの世話もよくしてくれてるし、可愛がるのもいいけど、結局ユラの目当ては僕のその子種的な意味での大切な何かだという時点で絶対安心できない。なんだそら。本当に寝るだけだってば。今日はあの子たちと遊びたいのよ。変なことしない？しないわよ。人を何だと思って。本当だよな。本当だってば。本当の本当だよな。もう何回言わせる気？ちょっとは信じてよ。そうなら止めましょう。そんなのユラを止める。そりゃそうですよ、止めますよ。女の子が泊まりたいって言ったらね。本当に何もしないよな。むしろそれはこっちのセリフでしょ。確かにね。いや、ユラならこの反応で正しい。ひどい！あなた、私を一体どう思ってるのよ。それは、ふむ。ちょっと、なんでそこで悩むの。返答に困る。私、なんかものすごく腹立つんですけど。とにかく、まあ、夜も遅いし、今日だけは特別に許してあげるからな。なあ、なんでこんな扱いされなきゃならないの。むっけー。そう怒る必要もないだろう。君が今まで家に侵入したのが7回、僕の部屋のドアを勝手に開けたのは20回以上だからな。そして風呂を覗かれたのは4回、そのうちソラちゃんに熱湯攻撃を受けたのは2回だっけ。なんでそんなことをいちいち覚えてるのよ。あなたの頭絶対おかしいわよ。頭がおかしいのは君だ。とにかくソラちゃんが目を光らせて監視しているから、変な真似はしないように。わかったわ。後で覚えてなさいよ。今からでも追い出そうかな。すごく不安なんだけど。あれ？みんなどこにいるんだろう。リビングが不自然なくらいに静かだ。ぬりちゃん、そらちゃん。いない。どうしたんだろう。おばさんの部屋か？時間的には寝ていてもおかしくないけど、それにしたってユラまで見当たらないし、何より静かすぎる。ユラはどこだ？あら、私に何か用？ん？なんだ？いたんだ。うん、さっきからずっと。そうか、いるなら先に行ってくれよ、びっくりするから。ところで、あの子たちは？あの子たちは
おばさまの部屋で寝てるわ。おばさんの部屋で？なんで？そんなことより、こういうの久しぶりに。お、どうしたどうした？ん？何が？こうして二人っきりとか。いいっすね。お、ちょっと待って、なぜドアを閉める？っていうか、なんで鍵までかける？いいっすね。あら、私ったらつい癖で。一体何の癖だよ。仕方がないじゃない、もう体がほてってしまっているんだもん。これ大丈夫か？これ大丈夫か？俺あえて下ネタ我慢してんのに、なんかゲームの方から下ネタをぶっ込んでくるぞ。こら、それは全年齢向けのゲームで言うセリフじゃない。そりゃそうだな。もう別にどうでもいいでしょ、どうせ見てる人もいないのに。さあ、この動画も長くなってまいりました。この時間帯まで見てる人いますか？多いですけど、ものすごく多いですけど。あら、それはそれでもっと燃えるシチュエーションだわ。ぐわ、やめろ、それ以上近寄るな。心配しないで、すぐ一瞬で天国まで行かせてあげるから。カタカナで行かせるって、これ OK なんですか？だからそれは女の口から出るセリフじゃ。ああ、触るな。あなたもそれ男の口から出る悲鳴じゃないでしょ。それはどうでもいい、今は緊急事態だから。そうよね、今は緊急事態よね。ダメだ、僕には可愛い娘たちが。ついでにもう一人作ればいいじゃない。人生は諦めが肝心よ。大事な報告があります。オパシ今めっちゃニヤニヤしてます。何がねだよ。いった。これ以上続けたらソラちゃんに全部言いつけるからな。娘に言いつける親って、どっちが子供なんだか。それよりすでにソラちゃんから許可を得ているんだからね。ソラちゃんから許可を得ている、意味深ですね。何？あの子とはあなたより私の方が付き合いが長いから。ソラちゃんが何を望んでいるとか、何を提示したらお父さんの童貞を渡すかなんて、もう火を見るよりも明らかだからね。お父さん童貞なんすか？ソラちゃん、パパを売るなんてひどいよ。あー、こら、逃げるな。逃げない理由がない。いや、逃げる理由がねえだろ、男としてどうなんだよ。なんだこれ、なんで開かないんだ。この私からそう簡単に逃げられると思った？またこの急展開たまらないんですけど。はっ、ゆら、また変な術でも使ったのか？まあ、似たようなものは使えるわ。なんて才能の無駄遣い、こんなところでそんな能力使うな。私には大事なことなんだから。めっちゃよだれ垂れてますやん。うわ、来るな、僕悲鳴あげちゃうよ。携帯も持ってるし、ソラちゃんにかけるからな。やれるもんならやってみなさい、やれるならね。うわ、いただきます。何を食べたのか詳しく聞きたいですね。ぜひともそこを映してほしい。何がいただきますだ、この変態。そういうゲームじゃないからな。そういうゲームであってほしい。バッドエンド、逆襲のユラ。何、バッドエンドってどういうこと？何？あ、マルチエンディングっていうことなの？マジか。何、あのゲームクリアのためには何、ユラさんとニャンニャンしちゃいけない感じなの？いや、これは面白いですよ、このゲーム。面白いですね。で、このゲームね、ぜひともマルチエンディング全部見るとこまでやりたいんですけれども、もちろんね、やりたいです。
てかやりますよ、俺はやりますけれども、公認実況というところことでね、やっていいところまでが決まってるんですよ。で今回ね、非常に申し訳ないんですけれども、オパシのうちの子猫ちゃん実況、ここで終わりとなります。非常に申し訳ない、本当に申し訳ない、はい、なのでね、ぜひとも他のマルチエンド気になる方、ぜひともね、実際に iTunes ストアや Google ストアでインストールして自分の目で確かめてみてください。動画の説明欄に、URL のリンク貼っときますので、ぜひともね、インストールして自分の目でマルチエンド遊んでみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。